はい、えー。今日も元気に髪の毛立ってます。カトちゃんです、えー。今回はですね、先週この動画を見てくださって、かつ動画説明欄のブログを見てくださった方から嬉しい声をいただけたので、再度、えー、その内容を今回は、えー、撮ろうと思います。あとは、もし、新聞を見て、その成績欄に同じクラスで同じ着順であった、 戦争同じクラスで、例えば500万円クラスでですね、2着だった馬、そして、共に、中馬が0.0秒さらった馬。どっちを上にとりますかどうも、えカトちゃんです。僕は自分の意見を人に発信し、この人の物事の考え方を加えたり新、新たに変えたり、もしくは解釈の幅を広げたり、といったことを通じて、人の現状を良くできる人はかっこいいなと思い、 現実の発信活動を1 11年と11ヶ月させててもらってますで。今回はですね、同じクラス、そして同じ着順だった馬の、優劣の付け方、加減でかなり重要なポイントです。ということでお話をします。で今回の内容を理解していないとあなたは、自分が勝っていない方の馬が、ゴルバーを真っ先に駆け抜け、あなたは、こっちの馬かよと、そんな風に映像を見ながら、 結構とになります。そんなことで、配当金が出たとき、うわーっと、あっちの馬ラんドきゃなーと、そんな風に心でも思って、公開し、その負け分を取り返すための買い方にその意味なり、いか、自分の感情を負けてしまい、予定ならなかったも、そのレースのことも買い続け、皆終始ということだと思います。 そういうことで、日に帰ってレース結果を見て、もっと落ち着馬券帰ってるなと、こっちの前らでだったらなと、そんな風にたら後悔するだけになります。今回の内容を理解していればあなたは、周りが、あ、この馬、買えんかったわと泣く中でもあなたは、いや、買えるっしょと心で思いながら、隣の人、隣の人を見て、自分だけ、よしと、えー、勝った時のガッツポーズをすることができます。 えー、そんなことで周りが、まあ、次のレース行こうと、えー、泣く泣くパドックを見るときも、に向かっているときもあなたは、払い戻してくれかなと。その風にいたらただ的中者だけが味わえるあのワクワク感を感じることができます。えー、そんなことで、周りが、あとため息をつく中でも、あなたは、払い戻しが発表されたら、よしと、えー、ガッツポーズすることができます。そんなことで、 周りの人からは、お前、馬券になりそうなの、おじすげえなと。馬券師だなと。そんな風に賞賛を受けることができます。え、そうなることであなたは、いや、たまたまだよと。え、済ました顔をして話すことができてしまいます。では、そうなるために知っておくべきこととは何なのかというと、G1 でとそうでない日にはレースレベルに差があるということです。G1 でとそうでない日には、レースレベルに差があるということです。なぜそう言えるのか。 G1 デーは、あなたはどんな機種が、その競馬場に集まると思いますか ?G1 デーの、G1 が開催される競馬場です、はい。リーディングジョッキーですね、つまり。どういうことかというと、リーディング上位の機種たちがで、G1 デー、G1 が行われる G1 デーの日には、一つの競馬場に集まります。なので、特別戦にはですね、国ですが、えー、そのクラスを勝てそのままたちが集結します。特別戦でなくてもそうです。 では、これをしいらどうしたらいいかというと、バケを買う際、そのレースが G1 デで,であったかどうかを見てください。G1 でだった場合、他のの同じクラスのレースよりはレベルが高いです。かというと、えー、もうすぐそのクラスを買ってそのままが、取って G1 では使ってきているからです。先週ですね、2月の17日ですかね。17日ですね、えー、日曜日なんですけど、 ルイムスフィリットを小倉の西2600メートルで本命にすることができましたという声をいただきました。え、その理由が、ちょうど、前走2着で、この、チャンピオンズカップですね、中京のダート1800メートル、砂の頂上決戦の日に行われていた500まで2着あったので、え、G1 デーで、あったので自信を持って丸0二丸をつけることができましたと、バケも的中しましたという声をいただきました。え、<laughs> 今回ですね、なので、まあその記念には、ではないですけど、普段はしないんですけど、今回は嬉しい声をもらったので、 え、動画という形にサイトさせていただきました。なので言いますがあなたも予想する際、もう選ぶとき迷ったら、そのレースが G1 でかどうかというのを一つレースレベルを、レースレベルを確かめる指標にしてみてください。それでは今回は以上です。ありがとうございました。最後まで聞いてくださったあなただけにお知らせです。愛されて1年と1 1ヶ月、1200人が目からうること言ってくださった最新のバケン率の全貌は、ここでは話しません。なぜかというと、とても長くなってしまうため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。 なので、その全貌は書き動画説明欄のブログリンクに貸します。えー、動画をあなたが今聞いてくださっている今が、あなたが一番情報が頭に入りやすい姿勢になってます。なので、動画を読んだら、そしてバケンズの全貌というのが頭に入りやすいです。今が一番入りやすいんで、ぜひ書きブログリンクをクリックしてください。それでは、お待ちしてます。今回は以上です。ありがとうございました。